アゼルバイジャン大会が終わったってことで、はい、すごい大会だったから、そうですね、ちょっと早めに振り返ろうかと、感想というか振り返りというか、うん、はい、全然どうでもいいですけど、はい、今日の帽子はジャイアンツなんです、はい、ジャイアンツです、スワローズ、いつもスワローズですけどあのね、僕一応東京生まれ東京育ちなんで、そうですね、はい、まあそのホームチームといったらジャイアンツとヤクルトそうだね、はい、まあっていう意味で、うん、特に意味はなく、まあ東京、東京っていう、ね、ニューヨーカーがニューヨークヤンキースの帽子かぶるみたいな、はいはいはい、ああいうノリで買うっていうので、特に気にせず、はい、はい、またなんかあれかな、どうでもいい会話が長い、いやもう全然かかれちゃう、そう長くなっちゃうんですよ結果から言うと、まあ、無罪と KO 勝ち、3ラウンド、うん、そう、序盤に KO して、はい、勝利って感じなんですけど、はい、やっぱ強いですね、強いね、まあ、当たり前なんだけど、毎度分かってるけど強いね、なんかでも対峙してな見ないと分からないことだからあれだけど、うん、武田君もやっぱりちょっと消極的というか、いつものガッツっていうか前に出るって感じが序盤は特に出てなかったっすよね、そう、前に出させてもらえなかったっていう風に見えたかな、やっぱあのステップワークでやっぱりこうずーっとプレッシャーかけて、うん、でもどんどん来るかなと思ったらムサヒも意外と慎重でね、そうそうそう、なんかもうか勝ちに徹したじゃないけど、そう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 、そういう風に見えましたね、乱暴し、まあよしよし乱暴してくるんだけど、うん、思ったより慎重に、で彼意外と慎重なんでしょうね、うん、うん、で組がやっぱ嫌なのかもしれない ね、 そうだね、どちらかというと、まあ、八津選手の分析からすると、うん、まあ、蹴りからの上、うん、っていうような感じで固めたところにっていう感じと思ってました、うん、っていうような話だったんだけど、蹴りは蹴りでもちょっと前蹴りが目立った印象、うん、前蹴りとローも蹴ってましたね、そうですね、三日月っぽいのすごい蹴ってたよね、うん、多分あれがきっかけで、要は武田選手のプランは崩れたというか、やらせてもらえなかった、うん、前に出なくなったら、うん、腹を刺されて、ね、そんな感じがする、特に前蹴りは本当に印象的だった、確かに、あんなに蹴る選手でしたっけ、前蹴りを、もっと普通に回転蹴りというか、うん、うん、ね、そうそうそう、あんまり刺すような蹴りってイメージなかったけど、なんか、ね、前回ぐらいからね、うん、ミドルとかの印象だったんだけど、この前ぐらいからなんか刺すような蹴りを打ち始めて、確かにアキラ戦も前蹴り出してたな、そうそう、結構三日月分出してたんだよ、あれは嫌だよね、選手かけ入れづらくなるからね、特に前に詰めようっていう、そうそうそう、そうでキャッチをしづらいし、うん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 、でもなんかまあ見えてきたっすよね、見えてきたっていうか、まあ戦い方っていつも変わらないというか、うん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 、やっぱりステップワークで、うん、で前見計らってだんだん入っても詰まったらぶん回すみたいな、うんうん、意外とそれまではこうステップで出入りでこう、うん、慎重に見ててみたいな感じ で、うん、で意外自分から距離詰まって組むにしてた展開もあったよね、うん、触りクリンチしにいった展開もあったから、うん、もっとそういう触った時に武田君をもっと仕掛けるのかなと思ったけど、それもあんまりできなかったのはちょっと本人のね、うん、あの感情聞いてみないと分かんないんですけど、うん、もっともっと不格好でもいいから組みに行く、しがみつきに行くみたいな展開になるのかなとちょっと思ってたから、うん、意外とあっさり距離また空いちゃってとか、うん、組みついたシーンもあったけど、割とやっぱりバーンって離されちゃって、うん、なんかその突き放す力が強いんだろうね、多分ナチュそのね、普通に力が強い、うん、普通に力が強いというか、うんうん、瞬発力が強くて、ここ最近で負けたのってあれか、まあ、サトシとあとベラトールでなんか前蹴りかかなんか刺されて、そう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 、痛めて、あれちょっとハプリングっぽい負けだったの、そうそうそう、そうだね、いやでも負けは負けなんだけど、でもスローで見るとしっかり刺さってる、そう、ちゃんと刺さってるよ、あれ、あの金的当たって擦ってるように見えるけど、うん、でもやっぱあれは腹が効いてたんじゃないかなっていう、うん、あれで暴れ痛めたっていうからね、なんかその、うん、明確な勝ち方をちょっとね、うん、見たいとこあるよね、どうやってムサイフにどうやってしっかり勝つんだろうっていう、うん、いやでも結局やっぱ組だよね、うん、だから僕組だと思う、やっぱり、うん、
やっぱ飛び込むスタイル、パンって入ってくるし、トン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 って入ってくるし、うん、そこにカウンターで、まあ、4つでも、うん、下のタックルでも合わせた後、どうなるのかなってちょっと気になるよね、うんうん。これを言っていいか使えるかわからないけど、まあ圧力をまずどう攻略するかがポイントだけど、やっちくん、いや、ここがどこまで通用するのかなっていうのはちょっと気になるところであるよ。まあ、相当だと思うんだけど、そこは確かに気になるし、なんかやりようあるなって思ってしまった。また新規ってフェザー級強い選手多いし、そうだね、いろんな組み合わせ見たいですよね。あそこに飛び込んでいくわけだもんね、うん、まだまだ若いですしね。そうそうそう、意外と俺びっくりしたんだけど、あのさ中村凛也選手いるじゃん、はいはいはい、うん、あれさぱっと見さ武田が先輩に見えるの。そうなんですよ、凛也選手が先輩なんだよ、ね、そうそうそうで、そう俺 あのロータスにも川名マストっていう、はい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 、そのやっぱ選手レスリング、はい、選手大学レスリング部の子いるんですけど、うん、その子も先輩なのよ、全然だから、武田くんが川名くんに敬語使ってて、うん、川名くんが、ま、当たり前のため語なのよ。それ見てずっと変な感じで一生変な感じなの全ての原因は武田浩二にあると思うというか、もう武田浩二がフェザーになったっていう時点で八千代介ですよ、いよいよ。ついに出陣するタイムサイフ、うん、ついにじゃなくてもう出ろよまあオファーがないとだけどな、見たいですよ本当に、出てほしいです。いやでももうあれじゃない、やるべき時が来たっていう気はするよね。え確かに、うん、うん、神の啓示みたいなねお前ここでやる、うん、確かにやるタイミングだぞと。確かにね、うんうん、そんな気がしてきてる、そんな気がするよ俺は、うんうん、間違いない。というところで、まあとりあえず武田選手の今後も、ね、まあ一回ゆっくり休んでもらって、もうね、そうそうそう、ね、年末とか出たいのかもしれないけどね、まあもうそこは焦らず、まあ、まあ、オファー来たならね、出るのもよしだし、そうそうそう、まあもう一回ゆっくりね、1週間、2週間、1ヶ月ぐらい休んでもらって、うん、そこから考えてって感じですね。そうだね。まず、あの鈴木選手、お見それしましたと。いや、本当に申し訳なかったでもみんな言ってたのは、多分みんな言ってたけど、まあ、ほぼケラムだろうって予想なんだけど、うん、鈴木千尋くんはなんかやりそうだよねっていう、こうみんなちょっと隅になんか、ね、なんかもやもや、なんかやりそうなんだよなみたいな。でもうーん、まあよく考えてもケラムの方が勝つパターンの方が多いよなみたいな。アオリー V でも斉藤選手のコメントが入ってたけど、斉藤選手もでも彼は何かをやってくれるものを持ってるからっていう、うん、あのドミさんとなんかやライジン事前番組の収録でしちゃったんですけど、はい、そうでしたね。そうそうそう、彼は魔力があるって、いやまさにそれだなと思っていやー見事その、まあ、魔力と言っていいですよね、あの勝ち方は、うん、うんうんうん、そうだね、うん、テイクダウンまでは、うん、ケラモフの思い通り、あそこから鈴木選手は三角のモーションね。そう、それも見ました見ました。なんか結局朝倉未来戦でこう頭抱えて肘打つ、パウンド打つみたいなのを見て、うんうん、まあ、パウンド打ってくるだろうと、でそれに合わせて三角、フェイクの三角を仕掛けて相手が上体上がるだろうから、うん、ディフェンスでね、上体上がってきたところに蹴り上げっていうのを本ボイスとって言ってましたよね、うん、でもそういう風に見えるよ。まあ、確かにそれ見て改めて見ると確かになっていう、普通のさニュースとかだとさ下からパウンドアウトっていう記事の書かれ方をするんだけど、格闘技雑誌とかの記事だと下からの蹴り上げでっていう、うん、完全に落ちてますもんね、うん、蹴り上げで。で、あれは多分表現上蹴り上げって書くしかないんだけど、かかとを拳と見立てたフックみたいな。そうなんだよね、うん、こうじゃなくてこう言って肩が横から当たってんだよ ね振ってるよね、足をね、振ってる振ってるって考えると、やっぱ狙ってたんじゃない、まあ、ああいう状況になったら、どうしようって、三角のモーションに入る、嫌がって体を離して勢いつけてパウンドを来ようとする、そこに蹴り上げる、当たらずとも倒れずとも嫌がって立ってきたとこ立ち上がるとかね、うん、多分そういう展開考えてたんでしょうね、うん、
そのリアルタイムではみんなね、あの蹴り上げっていうかそのかかとが当たったの分かってなくて、みんなパウン、そうそうそう、下からのパウンド失神したみたいなね、うんうん、そう、何が起こったか本当みんな分かんなかったっすよね、うん、えみたいな、結構会場もなんか死因だよね、すごかった、いやー本当にお見それしましたですよ。ライジンの選手の俺がこんなこと言っちゃダメだと思うんだけど、うん、しかもベルト取ったしね、うん、で俺は若いし一回 UFC 挑戦してほしいなと思う、いろいろさベルト防衛だとかさ、うん、どうのこうのとか契約とか一回全部忘れて、俺の個人的な思いとしては UFC に一回挑戦してほしいなと思うな、うん、まあロマンはロマン、そう、やっぱ日本人でさ、うん、ロマンですよ、あんな選手まあ出てこなかったからね、確かにね、全然通用しそうですさ、そうだね、いや一回見てみたいな、大晦日ね、うん、もうお願いしますよ、いや本当よまあ当然ね話してるんでしょう、ライジン側とは、もちろんだったらそれでね、あのまあ決まるときは決まるでしょう、続報待てって感じで、そうそうそう、期待してください、いや本当期待して待ってます、はい、ということで今回は、はいはい、鈴木選手おめでとうございました。おめでとうございました。